俺はこれです。悪名高きこの子の7つのお祝い。これを初めて見たのがですね、ゴールデン業界劇場っていうのが土曜日夜9時から8チャンネルでやってて、すんげえ楽しみにしてて、で次も今度面白い映画やるに違いねえってこの子の7つのお祝いですよ。これは本当にひでえ映画だった。幼い俺の心をズタズタに引き下げましたね。実は見てもらったんですよ。どうでしたこれ。3日間白目に悩まされた。ただ怖いだけじゃなくてすげえ邪悪なんですね。何でしたっけこの監督、忘れちゃったな。何でだっけ。お待たせしました。松村康造さんですね。この人マンジとかあの巨人ドカンクとか結構カルトっていうかアート作品が多かったんですけど、これだけ異常におかしいんですね。いや興味のある方は見てもらってもいいですけど、ちょっと覚悟が必要でして、というかあの暗さのレベルがそうだな、ホタルの墓の200倍ぐらいありますから、ホタルの墓なんかあのやっぱ生きていく上では見なきゃいけないあの戦争の真実の物語なんで、暗くてもそうだったんだよなって思うんですけど、何にも学ばねえ。もうしばらく下痢が続きました、これ見終わったって。ほんと最低でした。で大人になって見直しても、やっぱこれなんで俺これ買っちゃったのかな。でも不思議と面白いんだよな。さっきのミラーズになっちゃうかな。もうあこれ再びミラーズです、はい、さっき言ったあの顎の作品とかもあったんですけど、オープニングでですね、なんか変なチンピラみたいな兄ちゃんがロッカーに逃げてひたすら鏡を磨いてるんです、うん、何してんのって思ったら、で鏡が突然割れて破片が散るんですよ。でその破片を拾うんですけど、であの鏡の向こう側のその兄ちゃんは立ってるんですよ、ま、でその鏡の向こう側の兄ちゃんがその鏡の破片で自分の喉を裂く。ガリ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 って、でそうすると鏡のこっち側にいる自分も勝手に喉がビヤーって裂けて中まで見える。中までサービスみたいな。そうと。じゃあ私は、エスターですね。どこが意外だったかっていう話の流れよりもなんか悪魔付きのエクソシスト系かなって思ってたら、なんかもう少女の正体がロリババアだったっていうところですかね。もうあの化粧外しすげえ気持ち悪かったね。気持ち悪かった、うん、でもなんかその少女独特 の, そのなんか首と腕のリボンがあの高速跡を隠すためと、なんかハワイシャオさんを嫌がってたのはなんか怖いからじゃなくて入れ歯を隠すためとか。入れ歯外すシーン気持ち悪かったね。気持ち悪かったっつって。でも33歳設定らしいんですけど。あれそうだったな。いやどう見てももっといってるだろうと思って。俺より年下だったんだ。ショックだ。そうなんですよ。もともとこのエスターもダークキャッスルっていうスタジオ の, あのホラー映画専門スタジオが、はいはい、あの13ゴーストとかナタリとか撮ってる、はい、そうなんですよ。そのスタジオの今のところ最後の作品になるのかな。なんかね、人を追い詰める心理描写が素晴らしい映画です。子供騙しじゃなかったね。実はですね、ちょっとかぶっちゃったんですけど、やっぱこれでしょう。はい、2人とも赤骨生贄になりました。これ以外にありません、ね、打ち合わせしてなかったんですけど、ナンバーワンホラー2人で悪魔の生贄になりました。ファンがやっぱり多い作品なんですけど、なんかもう絶望感が、あとなんかドシドシしてる感じがもうね、うん、なんか肉厚感といい、なんかもう定期的に見たくなる素晴らしい作品ですね。なんか殺すシーンがスポーティーじゃないんだよね、うんうん、なんか本気で殺しに行ってる感じ、ぶっちぎってる感じ。あの有名なあのハンマーで殴るシーンがあるんです。出だしで伊藤最初の犠牲者の男の子なんですけど、ドッと音がした後男の子がパタタ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 って痙攣した後、なんか本当動物殺すみたいにもう一回パーンってぶん殴った後、引きずってシャッターサーンって閉めるシーンがあって、あなんか俺見ちゃいけないもん見ちゃったっつって、なんかこう巻き込まれた感もね、すごいいいんですよね。本当に人を殺すシーン見ちゃったみたいな。なんかキャラクターの魅力もすごくて、うん、そのレザーフェイスのあのなんかいろんなコスチュームはあるんですけど、なん
番好きなのが、あの黒スーツにネクタイの追いかけてくるシーン、あの最後の化粧つけて、そうそれで、あのプリティウーマンマスクっていうらしいんですけど、あれ本当にもう可愛い、可愛いっていうすごい可愛くて、もうあれ多分おばちゃんかなんか女の人の皮を剥いで作ったマスクなんだ、多分うわーと思って、もう頑張れって思って、やれやれと思ってすごいなんか応援しちゃった一番巨漢で多分一番強いやつなのに、家族だと多分一番下っ端なのかな、そうそうそうなんです、すげえ叱られてたもんね、あの兄さんとか お父さん、もう肥後よく誘る、肥後よく誘う、あでも養いたくはない、養いたくはない、会いたくはない、ね、会いたくはない、すげえ足早いし、そうそう、あの暗闇であのチェンソーブンブンしながら追っかけてくるシーンが今だに、俺もブルーレイで画面綺麗になっちゃってて、いやー暗闇の向こうまで見るとやっぱり怖さちげえわ、なんか喜びますもんね、チェンソー持ちながらね、うん、お尻プリプリして、そうそうそう、チェーンソーダンスって、しかもあ、そう、チェーンソーダンス最後にブルーン、ブルーン、あのこの監督お金がなかったらしくて、あの当時デビュー作だったもん、だってああいうなんかセミドキュメンタリーみたいなタッチになっちゃったんだけど、功を奏したんだよね、そうですね、余計リアルで、リアルな、そう、リアルな感じが、砂っぽい感じっていうか、ザラザラした感じ、確かにザラザラした、で、つい最近マリリン・バーンズってあのヒロインの女の子死んじゃったんだ、あ、そうなんですか、で、レザーフェイスの役者の人も死んじゃったし、もう取り直すこともできない伝説の映画になっちゃったわけです。という意味を込めてこれですよ。これです。いい映画です。というわけで、ちょっと自分勝手に2人が話しました。はい、はい。よろしく。わかんない。